はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。コミチャンネルのショーが、今日は、ハンガリーホエルをお送りいたします。よろしくお願いいたします。まあ、このチャンネルで何回かあの扱っているですね、ハンガリー首相、オルバン・ビクトルさん。まあ、この首相、私は好きですよ。芯があってね、ハンガリー国民のために命を懸けると断言して、ずっと頑張っている首相です。 まああの EU 連合の、ね、中に入ってはいるんですけれども、全く言うことを聞かない。まあ EU の異端児と言われてるんですね。で、まあ、ハンガリーはもう本当お荷物だねっていうふうにね、まあ、EU のまあいろんな、ねまあ、トップの人たちから言われている、言われ続けているんですね。でもハンガリーはめげないんですよ。で、どんなことが今起きているかということで、 まあ当然ね、あの、昆虫食、まあ、大反対で、イタリアに続いて、冗談じゃないと言っている国なんですよ。で、あの、ロッキーの、まあ、熊野プーチンさんにですね、逮捕状が出たっていう話ね、ありましたよね。で、あの、あれって欧州連合で、まあ、決めていることなんですよ。で、欧州連合全員、要するに全国、全加盟国一致で、まあ、逮捕できる。 ということなんですよね。あのまあ、権限発令ということで。で、一国でも、まあ、拒否したら、それは実現できないんですよ。で、その一国だけ拒否した国があるんですよね。それがハンガリーなんですよね。この <laughs> ハンガリーがすごいんですよ。このオルバン・ビクトル首相がですね、いやいや、熊野プーチンさんは私の友達なんだと、親友なんだと、なんで親友を逮捕するんだということで、冗談じゃないって言って、 拒否権を発令したんですよね。だから、あの、あれはなかったことになっちゃったんですよ。どうしようもないんでね。うん、だから、あの、結局、このハンガリーの一国が大反対したので、あれは、まあ、うやむやになって、今その話も出ていないんですよ。それほどハンガリーという国は、まあ、強力にですね、猛反発しているんですね。EU のやることなすことすべてにですね。 これって、でも EU 連合の中に、ど真ん中に位置するハンガリー。で、前ね、やっぱりあの EU に喧嘩を打って、冗談じゃないって言って、じゃあ俺たち EU 離脱するぞと、EU のど真ん中に風穴開けてやるって、まあ吠えたんですよ。このビクトルさんがね。確かに地図上ね、真ん中のハンガリー抜けると、風穴開くわけですよね。で、それに、まあちょっと屈した形で EU は、まあ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 って言って。まあその後、 あの予算をね、減らしますよとかね、何かあなた、お金をなんかかすめ取ってんじゃないですかって疑惑かけられたんですけど、一切そういうことやっていないので、いや、ちゃんと調べてくれと言って調べたら、まあ、なんの誇りも出てこなかったんですよね。だから、うーん、まあって言って、それもうやむやになって。だから悪いことしてないんですよ、ハンガリーね。でも、そのハンガリーがまあ正々堂々と受け入れられないと。何が逮捕状だと。 で、理由を言ったんですよね。あの、まあ、EU に、まあ、当然、会議には参加して、なぜ、逮捕状の拒否権を出したのか。なんで拒否するんだと。なんで、加盟国なのに協力しないんだって言ったら、ま、馬鹿げている。の一言なんですよね。子供じみている。馬鹿げている。というのが理由なんですよ。馬鹿げている。<laughs> すごいじゃないですか。ね。あの、一国の首相がね、そう、あの、馬鹿げていると。 EU の決めたことに対してね、まあ、それで、まあ、拒否権を発行ということですね。あと、ハンガリーってね、このビクトル首相だけじゃないんですよ。ハンガリーの,、まあ、あの外相いるんですけども、シー・アルトさんっていうね外相の方が、まあ、ロシアとロッキーとね電話会談を行い、ですねえ貿易エネルギー燃料の供給において、協力、これからも緊密な あの状態、契約、あの貿易を保っていくということを決めたんですよね。で、EU ではロシアに制裁を課しているので、ロシアから輸入とか、まあ、あの貿易とかね、一切するなって言われてるんですけど、あのまあ、ハンガリーとしては、いや冗談じゃないと、昔からずっとそうやってやってきてで、ハンガリー国民はエネルギーがなくなれば死活問題なんだと、だそれはやめないと言ってるんですよね。 でハンガリーはあの、そんな言うことは聞けないと。だから、今まで通りあ、ロッキーからね、まあ、いろんなガスとか供給してもらって、我々は持っているものをロシアに与えて、友好関係を保っていくんだと。それは誰がなんと言おうと、もう強大な圧力がかかっているが、我々は一切屈しないと言ってるんですよ。強力ですよね。強いですよ。 うん、で、もちろん、ビクトル、あの、首相も同じ意見なんですよね。みんな上のトップは全部屈しないんです。圧力に。我々は正しいことをするんだと。国民にね。我々は国民を犠牲にして、何か、あの、間違ったね、ことを行うという意思は全く持っていないというふうに。もう、e、EU のね、 まあ、いろいろ圧力。全部、あの、笑い飛ばしてるんですよ。馬鹿げている。というふうにね。まあ、確かにね。馬鹿げているんですよ。だって、ロッキーを制裁して、その制裁が、特大ブーメランになって跳ね返ってきて、自分たちの国民を苦しめている。それはあり得ないことであって、本当に、こう、やめなければいけない。すぐそれをね。うん、だから、我々は干渉すべきじゃないと言ってるんですよね。 我々が、あの、干渉して何かをね、他国の争いを何か、あの、まあ、援助するっていうかね、火をつけるっていうか、焚きつけるっていうかね、そういうことをしちゃいけないんだと。我々は生還すべきだということを言っているんですよ。まあ、当たり前の話ですよね。まあ、どっちの見方とかそういうんじゃなくて、まあ、とりあえず見守っていって、まあ、結果がどうなるか、その結果について、その、あなたは悪いことをしましたよとかね。 結果についていろいろ議論するっていうのがいいんじゃないか、正しいんじゃないかというふうなことをまあ主張しているんですね。うん。日本もね、どうでしょうね。このハンガリーのようにね、シャムジ・キシダさんは言えるでしょうか。どう想像しても無理ですね。まあ無理だと思うんですけど、なかなかね、難しいことですよね。 だけど国民が困ってしまうのを黙って見ていられないっていうことなんですよ。このビクトリーさんはじめとしてね、ハンガリーの上のトップの方。いやーでもいいトップだと思いますよ。だって国民が苦しんでいるのをもう寝れないって言ってるんですよ、ビクトリーさんは。あのもう夜寝つけないんですよ。国民が苦しんでいることを考えるとね。我々がちゃんとしなきゃいけないと。だから決まったからこうだっていうのを それが本当に正しいことであれば受け入れるけれども、正しくないんであれば、我々ハンガリーは、ハンガリー魂で、それを拒否し戦うと言ってるんですよ。まあ、正しいんじゃないですかそれは。国民を守るのが、その国のトップなんですよね。だから誰かの言うことを聞くのが、その国民のトップではないんですよ。うん。ねえ。 うんまあ、問題は起きますよ。もちろん問題は。そこまで吠えるとね、問題は起きるんですよ。だってその中にいるんですから。まあ、だけど、どうなんでしょうね。今となっては、なんだか力強い感じがして、ハンガリー国民はね、あの素晴らしいって言ってるんですよ。自分たちのために戦ってくれてるんですけどね。だからみんな、いいぞ、いいぞって言ってますよ。だからもう、EU もね、脱退でいいんじゃないかってみんな言ってるんですよ。ハンガリーの人たちは。 まあ確かにね。それでいいのかもしれないですよね。で、イタリアと同じですよ。あの、昆虫なんか食えねえよと。<laughs> あれ食いもんじゃないだろう。う俺たちは絶対食わないって言ってる。ね、あの拒否、拒否権を発動したんですよね。イタリアは。でも、それって正しいと思うんですよね。うん。で、どこまででもそういう国がちゃんと出てきて、ね、あの、正しいことが言えるかっていうね。まあ今、 一個人にしてもそうじゃないですか。正しいことを言えば潰されるんですよね。まあ、陰謀論だとかね。お前は頭がおかしいとか言えばね。<laughs> だ正しいことがなかなか言えない世の中っていうのが正しくないわけですよ。本当にね、難しいですよね。ね。まあでもこれをね、あの、このチャンネルをね、聞いていただいてる方、見ていただいてる方、本当にね、こうずっと、こう、ちゃんと用意をされてると思うんですけれども、生き残ってですね。 まあ、笑顔でね、あの皆さんにちゃんとお会いしたいと思います。まあ、エジプトツアーとかですね。あの、できたら、やっぱりこう、ハンガリー、イタリアを、あの、経由して、あの、ヨーロッパ、ハンガリー、イタリア、エジプトツアーというのをね、こう、実施してみたいなと、未来ね、思っていますので、頑張って生き残りましょう。ということで、今日は、ハンガリーホエルをお送りいたしました。チャンネル登録、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。